私自身スクールの開校前は営業組織で10年以上営業マンとして働いてたんですよね。で、仕事はすごいやりがいもあったし楽しかったんですけれども、仕事のストレスが原因で病気になっちゃったんですよね。メニエール病っていうやつなんですけど。で、その時私頑張ること好きだったはずなんだけど、違ったのかもしれないなって気づいたんです。でも仕事では結果を出したいって思ってましたし、で、誰かの役にも立てる自分でもあり続けたいっていうのもあって、で、酪農は楽しくみんなで過ごすうちに自然と能力が上がるんですよね。これ私が描く頑張らないで成果を出す世界づくりにぴったりだなっていうふうに思ったので、もうこれはもう子供育てながらだけどスクール開校しちゃえって思いました。一宮って子育てファミリーが多く住んでいる町なんですよね。で、私自身息子がまだ生後半年の頃に開校したので、子連れでもレッスンが受けやすいとか、私自身もですね、レッスンがしやすい状態にしておきたいなっていうのがあったので、それでキッズスペースとかですね、椅子とかテーブルとかなくって、椅子の上とかでね、お子さんが落ちちゃったりとか、テーブルあると登ろうとするお子さんもいるじゃないですか。そこをですね、ちょっと安全な環境にしたいなというふうに思ったのがあって、椅子もテーブルもない状態っていうのをですね、やってます。実際やってみてなんですけれども、イメージしてた通り小さいお子さん連れのママさんたちがですね、結構多く帰ってくださっているんですよ。で、嬉しいです。 でも驚きだったのがですね、仕事を一生懸命取り組んでるビジネスマンの方にも結構受けていてですね、なんでかっていうと、この雰囲気がホッとするらしいですね。嬉しいと思ってね、全面ウレタンマットなんですよね。下の方がヨガマットよりちょっと分厚めのですね、ちょっと深みふかふかな感じのマットがですね敷かれてます。で、コアチューニングはですね、もうその場で横になってもらって受講生さんたちにやってもらってます。座ったままでもね、コアチューニングができますけれども、横になってやっていただく方が効果実感あるっていうのを聞いて、で、レッスンを高める上でもこのデザインにしてよかったなというふうに思ってます。私がウェブレッスン始めたのって2017年6月なんですよね。酪農の中ではウェブレッスン始めるの早かった方だと思います。当時はウェブレッスンってリアルレッスンの補助的な立ち位置だったんですよね。けど、個人的には当時からすっごい可能性感じていて、ね、当時から私のスクールでは受講生さんの約6割がですね、ウェブレッスンメインでの受講になっています。ウェブレッスンではとにかく時間にこだわってますね。通常のよそのスクールさんだと、レッスンの開始の、例えば10分前までにとか、遅くとも5分前には、ズームに入室してもらうようにですね、インストラクターさんから声がかかってるかなと思うんですけれども、一宮ではですね、定刻間に合えばそれで OK みたいな感じでお伝えしています。で、さらにですね、レッスン終了後は雑談タイム取ってるスクールさんもあるかなと思うんですけど、うちあえて取らないですね。基本的に質問等がですねなければ、もうレッスン終了後すぐご退室という感じで流してます。前後のですね時間を、こうやってねショートカットすることで、時間がなくても速読を学びたいなっていう人にですね、利用してもらいやすいように工夫しています。急な残業とかもですねきっとあると思うので、ドタキャンとか、あと急に時間ができたっていうパターンのドタさんもですね、もう皆さんには気軽にどうぞっていう形でお伝えさせてもらってます。酪読は速読習得が誰でもできるメソッドですが、速読を学ぶっていうのは酪読の場合はちょっとしっくりこないなというふうに思っていて、うちみたいなですね、こういうゆるっとふわっとしたデザインのスクールだとなおさらですけれども、銭湯とかリラクゼーションサロンに癒されに来たら、なぜか速読もできるようになっちゃったよみたいな、イメージしてるのはそんな感じですね。私の場合はもう頑張んなくていいんだよって思いを込めてね、スクールをやってるので、そんな感じでですね、受講生のみんなにもリラックスするつもりでスクールに来てもらえたら嬉しいなって思ってます。